森の聖、または木の製作品45から1は、ジャンシベリウスが作曲した公共詩。1910年の初頭に赴いたスキー旅行の間に完成された。初演は1910年10月8日、クリスチャニアにおいて作曲者自身の指揮により、追憶のために、の初演と同時に行われた。同年にはピアノへの編曲も行われている。本作は、 舞踏的な主題の断片から進行する印象主義者の縮小版であり、作曲者の最短かつ最も独創性の高い還元楽曲の一つに数えられている。なお、シベリウスにはこの曲とは別に還元楽のためのバラード森の製作品15があり、混同されていることがあるので注意。一つの作品番号にまとめられた。 タンズ・インテル・メッツを作品45から2と共通の舞踏的性格も有する一方、本作は頻繁に変わるテンポの指示、学説構造、内的関連性などが取り払われた実験的音楽となっている。形式や過性的な特徴には同時期に書かれた公共曲第4番と共通する部分があり、また当時裁判年を迎えていたグスタフ・マーラーの進んだ 方向性と一致する箇所も見出される。ピッコロ、フルートに、オーボエに、クラリネットに、バスクラリネットに、ファゴットに、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、チューバー、タンブリン、カスタネット、小太鼓、大太鼓、弦語部。4、4拍子で、バイオリンによる前奏に開始する。3、4拍子となり、しばらくすると、オーボエに、特徴的なフレーズが現れる。 フレー4人のバイオリンソリによる経過を挟みフレーを繰り返す。しばらく短いフレーズが交代する進行を続け、やがて加工音階による流麗な音楽へ至る。その後、再びフレーのエピソードがそうされ、最後は二丁々の手話音で集結する。ありがとうございます。